ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオトです。今日はちょっとやってみたかった企画があるので、それをやりたいと思います。何？絶対に驚いてはいけない暴露トーク対決、イエーイ。何それ？説明しよう。絶対に驚いてはいけない暴露対決とは、お互い秘密を暴露していって驚いたリアクションをした方が負けっていうルールです。それでは早速行ってみよう。じゃあまず私ね、実は私前世は鳥だと思ってるんです。それだけ？正直どうでもいいかなって思って。ひどい。理由とか聞いてよ。え、じゃあなんで？占い師に前世は鳥だって占ってもらったんです。私子供の頃に自分の指が5本あることに不思議に思っていたり、寿命が長いことに不思議に思っていた節があるから、あ、鳥だって。大丈夫？あの後スプラトゥーンめっちゃやってる。そうなんだ。正直悔しかったからね。次はじゃあ私と家でまた対決した時に。今度はいっぱい勝ちたいね。うん、チーム対決じゃなくてね、バトルしたいよね。姉ちゃんと？うん、負けないよ。はい、じゃあ次。自分のことを心って呼んでた。知ってる。そっか、知ってるよね。そりゃそうだわ。なんで家族に向けてそれを言ったの？え、だってもしかしたらそうかもなーみたいな。これくらいじゃ驚かないよ。そっか。一人で YouTube やってみたい。え、お姉ちゃんとやるのは嫌ってこと？それはびっくりしたリアクションでいいの？え、違うよ。ただショックを受けてるだけ。私落ち込んでる今。別にそういうわけじゃないけど。なんで一人がいいの？ちょっと慣れてきたし、一人でやってみるのもいいかなって。そう、一人でやるなら応援するけど。でも当分は私とやろうね。学生の頃変な少女漫画描いてた。何それ？どういう少女漫画？普通のさ。普通の？変なじゃない。ちょっと見せてよ。やだよ、絶対やだよ。だって私書いたの高校の頃だよ。見たらびっくりするかもしれないじゃん。いや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 、それはまた後日やろね。さすがに恥ずかしいよ、見せるのなんて。あんな絵想像はできるよ。本当？え、どういうこと？それ喜んでいいの？じゃあ次は俺の番ね。どうぞ。こっそり編集の勉強してる。それさ、さっき言ってたことと関係あるよね。え、ちょっと待って、ちょっと待って。びっくりした、びっくりした。え、びっくりはしてないよ。びっくりしてないけどさ、お姉ちゃんとやるの嫌なの？いや、だから嫌じゃないって。姉ちゃん、そろそろ弟離れしよう。まあ、当分先の話だけどね。うん、まあすぐにはちょっと。まだ1、2年、2、3年ぐらいは。どんだけ嫌なんだよ。できることならもう一人メンバー増やしたい。俺だけじゃ嫌なの？いや、そういうことじゃないんだよ。そういうことでしょ。いや、ちょっともうちょっとさ。やっぱり俺じゃ不安なんだ。いや、違う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 。音すごいよ。音の存在感ってもうほんとすごいの。見てる人も分かってると思うけど、音の存在感ほんとすごいの。でもできることならもう一人メンバー増やしたい。どう？驚いた？ちょっとショック。学校に姉ちゃんのファンクラブがある。びっくりした。ちょっと待って。え、嘘？本当に？それ本当に言ってる？うん、正直言いたくはなかったけど。え、嬉しいんですけど。ネバセイココロをよろしくお願いします。びっくりしたよね。びっくりした。これはだってするでしょ。え、ずるい。何そのネタ。え、ずるい。私も、そんなに喜ぶとは思わなかった。じゃあこの勝負は俺の勝ちってことでいいよね？いや、待って、この勝負は私の負けでいいよ。うん、仕方ない仕方ないけど、次2回戦。まだやんの？2回戦やるよ。実はメイドカフェで3日だけバイトしたことがあるんだ。姉ちゃんがメイドか。何何何何何、嫌なの？いや、弟としては複雑だよね。そうなんだ。え、どう複雑なの？だって実の姉がメイドやってんだよ。ちょっと接客してみて。え、でもそれこそ複雑じゃない？やっぱやめとく。じゃあ。え、でしょ？聞きたくない。聞きたくないって言うな。それはそれでムカつくぞ。姉ちゃんが入ってない家族ラインがある。どうして？だって姉ちゃん返信遅いんだもん。いや、返信遅くない、遅くない、遅くない、遅くない。遅いの？そんな、これ本当に暴露だな。招待してね。いいじゃん、普通に家族ラインあるんだから。私入ってないやつ存在する意味ある？姉ちゃんの返信待ってられない時だよ。待ってよ。まあ諦めなって。
お姉ちゃんね、生死をさまよったことがある。どういうこと？驚いた？あ、いや、お姉ちゃんね、死にかけたことあるんだよ。子供の頃、小学校かな、滑り台から落ちたんだ。で、無傷でした。イエーイ。あー、それずるいよ、さまよってないじゃん。落ちる瞬間にさまよったよ、一瞬。多分今のは脳幹でしょ。脳幹じゃないよ、だって驚いたって言ったもん。だって嘘を認めました。嘘つくのはいけないと思います。じゃあ分かった、次の聞いてあげるよ。次の聞いて私驚かなかったら音の負けね。そうだな、自分の名前にちょっと違和感がある。どうした音。音って名前結構変わってるよね。え、いい名前じゃん。別に嫌いではないけどちょっと違和感っていうか。え、じゃあ何が良かったの。ネバセイ、音でいいや。いいのかよ、なんで言ったし。でもじゃあ私の勝ち。だって姉ちゃんズルしたじゃん。ズルしてない。はい、ではこの勝負1回戦音の勝ち、2回戦心の勝ち。残念でした。残念なのかな。一生いっぱいだよ、嘘はいけないと思います。そうじゃない。音的にはどれが一番びっくりした。あ、そっか、私が滑り台に落ちたのが。正直それはなんかちょっと事実とは違うけど、それは一番衝撃だったよ。あー、そうだったんだ、ごめんね、嘘ついちゃってね。ほら、やっぱり嘘じゃん。姉ちゃんは？そりゃファンクラブでしょ。ファンクラブの皆さんありがとうございます。本当にこれからもよろしくお願いします。いいネタ持ってきたね、音。喜んでくれてよかったです。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。